小ザブ川は、イランとイラクを流れる河川である。イランに源流を持ち、イラクのクルディスターンにある、アルザブのすぐ南でティグリス川に交流する。およそ4 0 0トルの長さを持ち、流域面積は約22000平方キロメートルである。河水の源は、高雨と雪解け水であり、そのために春に流量のピークを迎え、夏から初秋にかけて流量が最小になる。 小座部川には二つのダムが設けられており、水量をコントロールするとともに、灌溉用水の供給と水力発電を行っている。ザグロス山脈には少なくとも前期旧石器時代から人が住んでいたが、小座部川における最初期の考古学的遺跡であるバルダバルカは中期旧石器時代に年代付けられる。以降のすべての時代において、小座部川流域には、 人が住んでいたことが証明されている。小座部川はイランにあるザグロス山脈の海抜約3000メートルの位置から湧き出ている。上流域ではその流路はザグロス山脈の主要な山々の連なりによって定まっており、これに並行しておおむね北西から南東へ流れている。流れが変わるのはこれらの山脈が途切れる山海においてのみであり、こうした場所では急激に方向が変わる。 ルカンの南で、ヒラノブへと入っておおむね精神し、アルトゥンコプリの町より、やや上流の地点で南西へと向きを変える。そして、アルザブの町のそばでティグリス川と合流する。ほとんどの支流は、ルカンより、上流でコザブ川に合流する。その中で最も大きいものはバーニ川とカラチュラン川であり、ラニアヒラノで、数多くの小さな支流がコザブ川に合流する。 そのうちの一部は現在では、ドゥカン湖に水没している。ショーザブ川の長さについては 380km、400km、および 456km という異なる水系値がある。ショーザブ川のごく一部は、イランとイラクの国境線となっており、下流域ではイラクのアルビール県とスレーマニア県の境界を構成している。川の水源は、 雪解け水と降雨であり、その結果として春に流量のピークを迎える。流量が最小となるのは7月から8月の間である。小座部川の平均流量は197.8立方メートル毎秒であり、流量の最高記録は3420リッター片メートル毎秒である。年間平均流量は7.2立方キロメートルである。古来、暴れ川として知られ、 中世のアラブの地理学者たちは、小ザブ川と大ザブ川を悪魔が取り付いていると表現している。小ザブ川の流域は21,475から22,250平方キロメートルの範囲にわたる。ドゥカンダムが建設された場所の下流に限れば、11,700平方キロメートルである。流域の大部分はイラクの領内にあり、残りはイランにある。 小座部川流域の北側は大座部川の流域に接し、南はアドハイム川及びディアラ川の流域に面している。並走する石灰岩の山脈であるザグロス山脈は標高3000メートルを超える。水による浸食によって小座部川の河口とザグロス南西の山麓が砂利と砂の混合物の層で満たされている。ラニア平原は 小ザブ川流域で最大の過酷であり、シャーレーザー背後にある、イラク領内のザグロスで2番目に大きい過酷でもある。小ザブ川は、多種多様な気候帯及び生態系を通過する。川沿いの年間降水量は、上流から下流へかけて、イラン領内のザグロスにおける1000ミリメートル以上から、アルザブ近郊のティグリス川との合流点における200ミリメートル未満まで減少する。 平均気温も同様の勾配を描き、ザグロス山脈の過酷は一般的に山麓地域よりも冬の寒さが厳しく、夏は山麓地域の方が暑い。ザグロスの高地では3つの異なる生物地陸が見られる。森林限界は標高およそ1800メートルの位置にあり、それ以上の標高では草と干木が主たる植生となる。 標高1800メートルから610メートルの間では多くの森が支配的であったが、元来の植生はほとんど失われている。小座部側の過酷は高水性の植物と排水がない湿地帯に特徴づけられている。山独、特にアルビールの平野はくまなく工作されているが、自然の植生がまばらに残されており、フロミス族の草が繁茂している。 小ザブ川には、イラクの領域に二つのダムが設けられており、イラン領内でも現在一つが建設中、二つのダムが計画されている。イラクにある二つのダムがドゥカンダムとディビスダムである。ドゥカンダムは1957年から1961年にかけて建設されたマルチプルアーチダムで、ドゥカンの町の上流にある。このダムの高さは、川床から116メートルで、 全長360メートルである。このダムの機能は、小座部側の流量をコントロールし、その貯水池に灌溉用水を蓄積するとともに、水力発電によって電力を供給することである。ドゥカンダムの最大貯水量は6.97立方キロメートルである。ドゥカンダムの形成は、数多くの考古学的遺跡を水没させるため、 考古学調査と緊急調査であり、キルクークに灌溉用水を供給している。現在イランで建設中のダムは、サルダシトダムである。建設は2011年に開始され、完成すれば高さ116メートルのエンバンクメントダムとなり、120メガワットの電力を生産する。イランはさらに、サルダシトダムの上流に、水力発電用のシバハンダムとガージャルダムを、 建設することを計画している。イラク領クルディスターンは考古学的観点からはあまりよくわかっていないが、それでも現在入手可能な資料によって、イラク領内のザグロス地域の比較的良好な生態学的条件によって、戦死時代初期から人が集まってきていたことが示されている。後期旧石器時代に年代付けられる考古学的遺跡は、 ザグロス山脈のイラク側では発見されていないが、イラン側では、考古学的調査によってこの時代の洞窟遺跡が数多く発見されている。より広い小座部川地域の初期戦士時代に関する情報は、キルクークの東にある遺跡と小座部側の南にある遺跡で、シカゴ大学東洋学研究所が行った調査によって得られている。 この地域における最も早い人類居住の痕跡は、中期旧石器時代の遺跡であるバルダ・バルカ遺跡から見つかった後期、アシュール文化の石器である。ザグロスの別の場所での考古学的調査では、初期の狩猟採集民にとってこの地域が重要であったことが証明されている。このような初期の狩猟採集民には、大ザブ川流域のシャニダール洞窟での発見によって、存在が証明されている。 ネアンデルタール人のグループが含まれる。ネアンデルタール人と解剖学的な原生人類の両者が使用していたムスティー文化の石器が最近になって小ザブ川と大ザブ川の間のアルビールで発見されている。野外遺跡と洞窟遺跡の双方が前期旧石器時代から秋雨石器時代にまたがるザルジアン文化の存在を証明している。ザルジアン文化の後、 人類の居住の中心は洞窟遺跡から野外遺跡へと移行し、またこの時代に植物の栽培と動物の家畜化が同時に進展した。ヤギの家畜化はおそらくザグロスのこの地域で世界で初めて発生した。キルクークの東にあるジャルモのイオカは新石器時代の村落であり、ここでは農耕と牧畜が行われていた。土器は居住の初期から使用されていた。 これは、後の段階では、ハッスナーの土器に似るようになる。ラニア平野のテルシエムシャラにおける初期の居住も、この時期に年代付けることができる。ラニア平野での考古学野外調査によって、ウバイド沖とウルクキ、及びニネベゴキの間にもこの地域に人が住んでいたことが示されている。アルビールの城塞から見つかった資料も、これを裏付ける。この地域は、全3000年期の終わりに、 歴史資料に登場するようになる。当時は、ウルビルムと呼ばれていたアルビールは、ウル第三王朝の王、シュルギによって言及されている。この時代以降、小ザブ川流域は、ザグロス山脈の支配を施行する歴代のメソポタミアの帝国における出来事に巻き込まれるようになっていった。前2000年期初頭北メソポタミア王国の王者シアダド一世は、 おそらく小座部川の下流沿いにあったカブラの町に戦争を仕掛け征服した後中東軍を置いた。テルシェムシャラで発見された設計文字年度版文書によって現地の総督が中世の対象を変更してシャムシアダド一世の進化となったことがわかる。前14世紀の間、この地域は小座部川南にあるヌジアテルアルファカルのように 三谷王国の一部となっており、年度版文書の集積がいくつも生み出された。前千年紀最初の一世紀の間、小座部側の下流域は、アッシリアの中核地帯となっていた。アッシリアが崩壊した後、ザクロスの支配権はメディアに移り、さらに前5百五十年には、アケメネス朝がそれを引き継いだ。最後のアケメネス朝のオーダレイオス三世は北イラクのガウガメラの戦いで、 アレクサンドロス3世に敗れ、アレクサンドロス3世が、全323年に死去した後は、彼の後継者、セレウコス1世が建設したセレウコス町がこの地域を支配下に置いた。ありがとうございます。